はい、皆さんこんにちは。今日は 150A のステンレスのパイプを溶接していきます。で、隙間の方が今 3.2 ミリの棒を刺しているんですが、だいたい4ミリぐらい空いた状態で溶接をしていきます。で、貝先の角度がもう見てわかる通りほとんどない状態で溶接をしました。角度が10度もないぐらいだったので溶接自体はとてもやりづらかったのですが、今回こちらの材料で溶接をしていきます。で、今回の裏波の出し方の方法に関しましては、棒をずっとつけたままの状態で棒を供給し続けた状態での裏波の出し方を紹介したいなと思います。で、ノズルは7番を使用して、タングステンの長さがだいたい 6.5 ミリとか7ミリぐらい出した状態でやっていきたいと思います。それでは1層目を溶接していきます。電流の方が70アンペアで、棒は今回 2.4 ミリを使用しています。で、裏波の安定度に関しましては、今までに紹介してきた両サイドにちょんちょんと棒を入れる方法などとかよりも、この方法が安定感は一番あるかなと思います。高さ自体は一番揃えやすい裏波の出し方かなと個人的には思います。ただし人それぞれやりやすいやり方は違うと思いますので、こちらの方法が合う方はこちらの方法も参考にしてみてください。で、カーボンの時などの動画の時でも紹介していますが、こういうつけたまま棒を送り続ける裏波の出し方をする時は、棒だけはプールから絶対に途切れないようにしてください。途切れてしまいますと、そこの裏波が高さが変わってしまったりしてしまいますので、あまり良くないと思います。なので今これはずっとゆっくり棒を送り続けている状態を維持しています。トーチ側の動きに関しましては、アーク長を一定に保ちつつ、なるべく細かく貝先いっぱいまでローリングをして進行していくような感じです。自分的にはですが、貝先いっぱいまで振らずに細かく幅を出さずに振っていくと棒が途切れやすく感じます。常に棒の方にタングステンのアークが向いているからだと思うのですが、僕はこの動画のように貝先いっぱいまで振るようにしています。で、アーク調を維持していても棒が途切れてしまうという方は電流を少し下げてみてください。あと、映像では分かりづらいですが、常に小さいキーホールができているので、常に小さいキーホールは作るように維持していってください。で、これが今まで何度も紹介してきた最終つなぎの方法です。今回電流は160ぐらいで、足元に細い棒が落ちていたので、これ 1.2 だったんですけど、 1.2 の棒を今回使用しています。もう棒は何でもいいので、少しだけ垂らす感じでやってみてください。そうすれば結構綺麗につながってくれます。プールがしっかり揺れるのだけは待ってください。はい、これが常に棒を入れた状態での裏波の状態です。やはりこのやり方ですと、僕的にはですが、すごい高さを揃えやすいなと思います。なかなか僕は両サイドにちょんちょんと入れるやり方だと高さあまり綺麗に揃えられないので、この方法はこのように結構高さがしっかり揃っているかなと思います。最終つなぎもしっかりとつながっています。やはりずっと一定量の棒が送られ続けているので、同じ高さにしやすいのかなと思います。これは 3mm のパイプでしたので、ヨモリも結構膨らんでいるので2層でやっていきます。で、今回これ RT 検査などもないので3層引く必要はないので、2層で溶接を仕上げます。焼け色の方もあまり焼けていないので、2層目はやりやすいかなと思います。で、今回の棒の送り方が少し違うのですが、このようにちょん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 とずっと一定量送っていく人がいるのですが、この方法をやるときだけは僕はゆっくり一定の量を送るというやり方でやっていました。このようにゆっくり一定量をずっと送っていくというのを繰り返してやっています。小刻みにちょんちょんとずっと送っていく方法ですと、なんかあまり裏波が安定しなかったので、このやり方でこの方法をやるときは僕はやっています。このぐらいのほんとスピードでさっきは溶接をしていました。はい、で、2層目の溶接をしていきます。今回こちらの方法が2番をわざと揃わせない、手首を入れない8の字の方法のローリングでやっています。前回紹介したこの動画のビードで言いますと、一番右のローリング方法でやっています。で、これが電流80で棒は 2.4 ミリを使用しています。
見てわかる通り、タングステンが前紹介した通り外に向いていないのがわかると思います。なのでなんかわざとビードの際が揃っていない丸くなったようなビード外観になります。この方法は一番焼けが少ないというのと、スピードが何より速いのと、この後に紹介しますがもう一つメリットがあります。あとこの後にもう一つ一番粗くいくやり方の方法の溶接映像も載せておきますので、よければ見てみてください。あの前紹介したいろんなビードの動画の中で言いますと、左から2番目の一番粗い状態のビードでやっています。今つけているビードとこの後に紹介する粗いビードはちょっと好き嫌い分かれると思いますので、いいなと思った方はこのローリング方法もやってみてください。で、同じようなやり方をしても黒くなってしまうという方が結構いるのですが、僕が思うのがアーク調が結構変わってしまっている。それともう一つ考えられるのが、一番最初にアークを出した時にプールがちょっと広がったら僕はもう棒を入れてスタートしているんですが、最初の時点でしっかりと炙ってしまうと、その後なるべく早く溶接をしたとしても最初に熱を入れてしまっているので、結構そこから熱がずっと入っていくので、もう一周全てのビードが黒くなりやすいかなと思います。なのでスタートでアークを出した時にプールがもう軽く広がってすぐ馴染むぐらいになったなと思ったら、もう棒を入れてローリングをスタートしていいかなと思います。あとはもう常に一定のアーク調を意識するのをやってみてください。あとはローリングスピードを上げてもちゃんと溶けていけるのであれば、もっとスピードを上げた方がいいと思います。もう溶けるギリギリの範囲でのスピードを維持すれば色は綺麗な状態になります。なのでもうしっかり溶けてすぐ馴染む状態になっているのにゆっくりローリングをしてしまうと、当然焼けはしっかり入ってしまうので色も黒くなりやすいかなと思います。今の電流ですと今のローリングスピードよりもっと早めてしまうと、逆に溶け込みが浅くなってしまったりするので、このスピードがこの電流とこのローリング方法では限界かなと思います。なのでもう少しも熱をかけないというイメージでローリングをスタートし、ローリング中もそれと同じようなことを考えてやっていきますと、しっかりと焼け色は綺麗な状態になるかなと思います。はい、これで一周巻き終わりましたので、まずこの2番を丸くつける方法のローリング方法が終わりました。で、これが先ほどの映像の方法でのビード外観になります。ビードの際がわざと揃っていなく、少し丸いような形のビードをしています。焼け色の方はやはりそんなには焼けていないかなと思います。この方法は8の字みたいにちょっと一瞬戻るような動きがないので、一番進むスピードは速いと思います。あと今紹介したローリング方法のメリットなんですけど、8の字ですとどうしても手首の動きが大きくなってしまうので、このようにフランジが近いとフランジに当たってしまってローリングがしづらい時があります。ですが今のタングステンを外に向けない2番を丸くつけるローリング方法ですと、動きがとても最小限なので、このように両端に何か物があってあまり大きく触れない時でもしっかりとローリングをすることができます。なので今ですと左にフランジ、右にレデューサーがあるんですけど、こういう時でも8の字みたいに大きくせずに小さくコンパクトにローリングができるので、こういう時はこの方法を結構多用しています。で、今流れている溶接映像がギリギリつながるかなっていうぐらい粗くローリングをしていく溶接方法でやっていきます。これが前紹介したいろんなビードの動画で言いますと左から2番目のビード外観になります。これもこんなに動きが遅いのに焼け色はとても少ないです。なぜかと言いますと、とても荒くいっているので一箇所に熱があまりかかってないからだと思います。で、この方法のメリットで言いますと、その焼け色が少ないなどもあるんですが、このぐらい遅いスピードですので、幅をとても揃えやすいかなと思います。なので早くローリングしたら幅が整えづらいという方などはこの方法は結構おすすめできるかなと思います。で、こちらは
先ほどの動画よりも電流は10落として70アンペアでやっています。で、棒は先ほどと同じ 2.4 ミリを使用しています。しっかりとローリングをして溶けたら、もう自分が進めるギリギリの範囲でビードがつながるところまでローリングをして進行していくというやり方でやっています。細かいローリングをする方の多分6回分ぐらいを1回のローリングで進めているので、結構手は疲れないし、でも一周巻くスピードは速いという感じの溶接方法だと思うので、細かくいくのが結構じれったいという方などはこの方法は結構いいかなと思います。ただこのビードが散線してしまうと多分一番見た目が悪いかなと思います。サスではなんかこの方法結構綺麗に見えないんですけど、カーボンをやるときなどはこの方法は綺麗に見えるかなって個人的には思います。カーボンは個人的には結構粗めが綺麗に見えて、ステンレスが少し粗いぐらいが一番綺麗に見えるかなって思います。こんなに遅くローリングしているので絶対これ焼けてるだろうと思う方もいると思いますが、意外とこの方法は焼けないので、この後にビード外観も見せますので、ちょっと見てみてください。まあ、結局前にもお話ししましたが、仕上げビードは好みですので、好きなやり方でやってみたらいいかなと思うので、好きな方法でやってみてください。で、これが今溶接し終わったビード外観です。とても粗いので、この鱗みたいな感じがしっかりとはっきりしているのがわかるかなと思います。ただあんなに遅かった割にはやはり焼けは少ないと思うので、焼け色をあまりつけたくなく幅をしっかりと合わせていきたいという方はこの方法も試してみてください。僕の周りにはこのビードが好きっていう人も結構います。で、この方法を普段できるようになっていれば、カーボンでこの方法をやっていただくと結構綺麗にいいビードがつくと思うのでやってみてください。反対から見るとこんな感じです。やっぱちょっとボコボコ感が目立ちますね。で、こちらが2つの方法でローリングをしたパイプのビード外観です。こちらがさっきの一番粗くいった状態のビードです。で、こちらが最初に紹介した2番を揃わせない丸い感じのビード外観です。どちらも焼けないやり方のだけあって、焼け色は綺麗かなと思います。 3mm だとやっぱどうしても黒くなる人も多いと思うので、今ぐらいの色ならあの方法で出るよというのが分かっていただけたかなと思います。はい、今回は裏波を出すときにちょんちょんとずっとやっていくのがめんどくさいという方などは、このつけたままの状態で裏波を出していく方法を試してみてはいいかなと思います。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。